お疲れ様です。今日はこちら引きこもり呪文削りやっていきます。さあ、ロケっぽいトルネウッドだけで削る、あとは守りましょうのね、懐かしのこもりを今日やっていこうかなと思います。なんかまあディガーが入ったりなかったりするんですけど、まあ今日はディガーもねいらねえさい。ほんとテスラ立てて、まあトルネもあるんでもうマジ守りとっからっすね。守って少しエリクサーなどを取ったら、まあロケ打ったりポイ打ったりして、まあちまちま行きましょうかと言ったところで、まあタワー折れるかわかんないな。基本的にタイブレイクで勝つとかも多そうなので、まあ、俺はもう守る以外はい選択肢はありません。一本取られた時点でさすがにこのデッキで 2-1 はねほぼないと思うので、ちまちま行きたいと思いますね。なんか後ろからスパーキーとか来てくれたら美味しいんですけどね。さあ、ゴブリンの檻、まあトリマテスラかな。もうテスラ立てて、テスラ立てて、テスラ立ててかなね、この親友とかも正直ね嬉しかったりします。はい、後ろから来てくれた分にはね、これで削れますんで、逆にこういうのでしか削れない。やばい、終わる最悪や、マジピン起動もできない、マジ最悪や。これ大丈夫？これ、いやー痛すぎる。ちょっと待って2434か。いや、まあまあまあ、じゃあ冷静にロケット打つか。いやこれまずいかな、このロケいや耐えたい、耐えるしか道はないんです。よし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 、アイビスを出すかも悩むが、もうザッピーの1ミリだって痛い。よしよしよし、もうおとなしくテスラを立ててたな。いやボイドちょっとやね。まあまあまあ、ポイズン削りながら、ウッドで削りながら、いやいい。でさ、逆サイは、まあ、またテスラを立ててないと、いやいいね。いやオッケーオッケーオッケー、いやーこれででかいんですよ。でまたロケット打ちちゃい、邪魔だなーそのトリトン。いやまあいいでしょう。さあちまちまいくよ。いやいいね、いやいい。たまたまアイススイーツとかないとかね、タワーまで到達したら美味しいんですけど、まあほぼねえか。いやこれエリアド取ったんでロケ打ちます。マザネク来ねえかな。ウッド打ってボーポエ張っちゃってね。いやめっちゃいいキング起動したいけどな。いやーナイス、スローすぎる。いやでかっ。さあ追いつきまして、まあ、問題はこっからみたいなとこもあるんですけど、結局はテスラゲートで、ボイドなんでユニット固めてしまえば、耐えれますよねと。いやいい、わでけえ、生きたねでポイズンでしょ、テスラいいね、隠れてめっちゃいいこのテスラ。さあウッドで削る、ロケは最後に一発撃てたら撃つぐらいでいらないかもね、それ以外は。で本気でテスラだけは延命した方がよくて、もう即ポイズン打って生きこもりの極み。やばい、待って、アイズ持ってかれんの、マジ話が変わる。ちょビビってポイズン打って、いやめっちゃいい、
いや、めっちゃいい。何がどうなってんのかわかんねえが、いや来ました。ジージーって、いや気持ちいい。最後にロケポイントで削って、適当に時間稼いで、さすがにね間に合わないですよと。おい、いいじゃないですか。というね、引きこもりです。まあディガーがない分、その分ね、なんだろうね、守りにコストを使えるんで、まあなんか攻めカードもないんで、本当にもう守ることだけを考えたデッキね。しかもアイスウィズもさ、一番直近のバランス調整で通常攻撃の範囲がね強化されてちょっと広くなってるんですよね。だからそういう部分でも守り強いんで輝けんのかもしれないね。いや美味しいなこれ、キンキできるやん。やばい、見したい。いやめっちゃいいスケすぎる。やばい、これでもパワーが強すぎてキンキとできない。逆にね、嫌なやつね。いやーまあまあまあ、どうしようこれ。フリーズあったんで、まあペッカバルーンフリーズの可能性は高いね。ちゃっちゃキング起動したいし、ペッカにはロケ打ちたいしみたいな。なるほど。え、お、そういうことね。コウモリいましたね。いや美味しい。まあここにテスラ置いて、まあここで一回ロケ打っちゃってもいいけどね。バルーン来たらトルネで寄せちゃったりもできるが、一回ね落ち着きますか。さあ高回転ランバルだね。ペッカはいなさそう。まあ注意はフリーズ、タワタワもあれだね。打っちゃうかな、タワタワなんかダメージ欲しくね。コウモリはトルネで剥げると思います。いや美味しいの。普通にタワーにロケット打ったようなもんだもんな。さあでここにはもうテスラが回ります。ワンチャンフリーズもね。まあ相手もなんかね、こういうことをしなきゃ多分突破できないんだと思うんですよ。で、じゃあ1個内側に寄せちゃいます。これ逆サイバルーンがトルネででも引っこ抜けます。おーんこまずいな。もしかしてこれやばい。いやー良すぎる棒っぽい。お、もう守る勝ちなんだよね俺は。ガーイも本当にクラロはやめないでほしい。お願いします。お願いします。いやマジでさ、これバルーンディガーもないからさ、突破できないよな。できるもんなんか、だから頑張るよね相手はみたいな。こう余裕こいてるとなんかね、ちょっと突破されそうになるんですけど、爆破すらもこれで入らないんでね、このポイズンとかね負け筋っすよね。マジでもやばそう。いやかわいそう。全然なんかダメージ的には勝ってはないんですけどね、まだトントンぐらいで割るんですけど、なんかねえこれやばいな、かわいそうだ。ちょマスケやだな。まあマジで神相性ってこういうことを言うんでしょうね。本当に
40秒あります。まあこれトルネでこの辺が溶けるのもねかわいそうだしな。いや本当にかわいそうだとは思うんですけど。お、え、めっちゃいい。なんかねフリーズではあったんですけど。まあ難しいよね。さあ、まあ神谷衣装すぎるか。施設取るね。高回転ロケもあるしねっていう。まあだいぶねマッチングによっては本当に惹かれてしまうようなデッキではあるんですけど、ちょっと楽しい。使う側はね、使われるとマジでクソですけども、はい。まあ相手がブラスターとかだったらまああんま関係ねえもん。スケアイスピブラスターで珍しい、珍しいね。クロスホグうわあ天国だな。もしかしてさっきと同じかこれ。マスケとかいいね。まずは溺れてもらって、相手のホグに対してテスラもあります。まず呪文チェック来なけりゃクエイクっすね。いやアイスイズのスローがやべ。スケが溶けたけど守り方最悪さ、まあ、ナイトホグとか、まあね、アイスゴーレムホグみたいなのされたら、ロケット防衛も強いんでね、トルネもちょうどなくて、てかトルネでなんかできなくて、テスラがなくてみたいな。最悪もしロケ防衛強いんでね、ホグには。ホグとかロイホグに対して、困った時のロケ防衛は、最強なイメージがあるんで。枯渇でロケット持つ人とか、まあこのデッキ使う人とかね、困ったらロケ防衛はおすすめです。いやー俺ロケ打っちゃいたいなー。いや打っちゃっても良さそうだよね。2倍タイムだなるし。まあ進化ないとだけちょっとだるいかっていう話ね。いやしかもこれ止まんだな。一応ロケコケア。でまあ確実にね全然防衛ポイズンも防衛ロケットも惜しみなくね使っていきたいね。いやー申し訳ねえマッチしてる気もそれが、まっまあいいか。いやーもう呪文でしかダメージ受けないよなこんなの。カスリキズムのロケコート。いやそうなっちゃうよな。ここワンチャンロケ防衛もあるっすね俺。だからテスタルでもよかったんです。いや本当に対戦相手にいたら絶望なんだろうなこんなの。よいしょ。うわ、おなんか怖いなとか思いながらも、待ってずれた、やばい、え吸えたわ。でも杖はしたけどなんか痛かったような気もしなくはない。いやーマジで結局
ロケットのダメージとかさ、なんだかんだ高いっすよね、こう見ると。こう見るとね、結局これだけでだって削れちゃうじゃないですか。っていう話。トルネも強いし。いやー、テスラも勝てーし。マジでかわいそう。うまいけどね。うまいけど引きこもりの方がうまかったかもしんねえな。ネチ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 。まあバルーンやホグニは特に強えよなって話なんで、まあ、たまたま今そこ来てるっていうのもありますけど、君は何のデッキかな。おや、アイスウィザードか、まあ、スケラーかクロスか。一応まあペッカバルーンとかもなかったりあったり、まあスケラっぽいかな。遅延スケラっぽいですね、非常に。まあボーポイ徹底のベビドラ事故さえなければ、あ、勝てそうで悪い。え、マジでさ、これやべえな、やばい、これラムや。でも神キングギドある、多分この辺でできるはず。まあ、できんかった、やべ。やっべ。いや、文句がいなけりゃ天国ですけども、いないことあるかな。今ナイトがいた、いやワンチャンいないっすね、マジ。いやこれナイトなんで文句いないっすわ。熱っ。そうなると文句がいないとなるとなんですよ、もうラムにロケット適当に打って守れるわ。進化ないとも今耐えれてるしね。いやあれポイズンつかないもんな。どんぐらい解けんだろうな。いやまあライドラトルネとかは負け筋っちゃ負け筋なんですけど、いやもうね、削っていかなきゃね。守りはもうテスラで頑張るんだね俺。いまあライドラにロケット打っちゃいたいけどな。いやーまあこれでいいんですよ、少しずつね、少しずつでいいんです。焦らなくていいんです、少しずつでいいんです。少しずつ少しずつ。贅沢を言うならば進化テスラが欲しいが、こっち向け、そんなのいらねえな。
さ、ポイズンのチマチマとロケットポイズンウッドトルネ、どっちが削れて勝つんですかって話よね。じゃあライドルだけハゲるんですよ。やばい、あ、綺麗な巻き筋引いてる。ライドラ強すぎるって、あんた。お願い、間に合って、うわい、おぶねー怖すぎるけども、いや、ロケ削りのがね上なんですよと。いや、これ相手のナイトがさ文句だったら終わってはいたな。危な、マジで耐えたな落ち着いてはいたか。いや、耐えるの大事よね本当に。絶対削れるんで俺は。で、ここでちゃんとキング起動まで狙って、いや、いい、お願い。いや、もう冷静すぎる。あ、でも一発入っちゃうかな。よし、100点ね、150点ぐらい。いや、めんど、コウモリね。今ロイホグとか来たらね、もうロケボーイしちゃってもいいし。ゴーストね、まあテストラでもいいし。いや、強いね。まあ一旦ね、相手のデッキも分からずロケット打つのは危ないんで。京介、これさ、京介にロケット打っちゃダメかな、打ちてんだけど。さすがにか、さすがにダメだよな。いや、ロケコ邪魔だな、これ絶対来るんで。ポイズン打っちゃおう。いや、マジ守ればいい、守って。本当にあと4分かな、守って完璧に守ることができたら、最後に一発ロケット打つだけで勝てるんで。言ったらね、一生守れば勝てるんで。やばすぎる。一瞬じゃないですか。ちょ、なんでロケコは強すぎて。まあ今の一発よりもこっちの一発の方がでけえし。なるほど。このウッドとかいらないですね。一応ローケコケアして。いや、美味しいねこれ。削って、トルネも強いと。いや、いいよ、守るだけでいいよ、簡単ですよ。やっぱクラロワってさ、相手が攻めてきた、あー、やばい、守んなきゃいけないけどこのタイミングで攻めなきゃなみたいな、よく攻めと同時に、ん、守りと同時に攻めをしなきゃみたいなありますけど、このデッキはね、そんなのいらないんですよ。もう一生守れば勝てるんで、攻めとか考えなくていいんでね、別に守ることだけ考えて戦えばいいんで、そういう部分に関しては扱いやすいかもしれない。はい、もう何もね、防衛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 、5分間防衛だけをするっていうまあ人によってはつまんねえだろうけど、俺は好き。ペッカとかでね、形組んで破壊したいっていう人もいるだろうけど、
これはもう5分間守ってもいいな。クロス使いの血がクロスの何あんま使ったことないんですけど、クロスの才能があるかもしれない俺には。ネチネチ、いやーマジでうぜえだろうな。いやーこの豚、あばー、この豚でさえいない。痛い。ちょマジでなんか、え、あれ。あれ、じゃあ一回冷静になるか。ちなみにだとロケっぽい、ロケですよ。ナイスー、怖いね。ビビらしてくるねあなた。まあですがカチカチなんだよ。アイウィズテスラトルネがやばすぎる。遠藤壁山栗松的なね、超鉄壁てか、なんならロケでさえもグロいんだよな。防衛ロケ、困った時の防衛ロケでぶっちけ何でも止まるみたいな。さすがに。いやこれ6個3でバカバカしいかな。やめとこう。ビビっちった。はい、撃ちまーす。走って逃げんなよ。走ったけどみたいな。すごいゴルナイがメガナイト押して変な感じになってた。さあメガナイト、ゴルナイ止まるかな。ちゃっちゃキング起動したいな。まあ結局テスラ置いとけば何でも止まるみたいなところはある。よいしょ、もう一発。一発じゃ足りないのさ。いらっしゃい。え、何も来ないなんてことあんのこれ。今ので諦めるパターンある、さすがに。え、ま、ま、嘘やん。もうこのデッキでキングおるの大変すぎる。削りなさすぎて。ちょっとだるかったわマジ。何でも止まるな正直。おい、クロスかホグか、ま、なんかの高回転クロス。おい、迫撃、これロケット飛んでくる可能性もありそうね。したら俺もロケットかますんですけど、わあ。ペッカ迫撃スケールスピ、まあテスラかな結局。まあアイスイズのスローとかでも止まりそうだしな。なんか何でも止まりそう。トルネ来るかもね。いいね、最低限。いや暇だな。でも迫撃砲の受けが俺少しだけ少ないんでね。なんかもうロケとか撃っちゃってもいいね。もっと早めに撃ちゃよかった。てか撃たなくてもよかったかな今。もったいない気がしたが、まあ進化迫撃には即ロケ打っちゃおうかな。相手の呪文が分かんねえんだよな。まあウッド取るね。もう一枚あんのかな。あるパターンもあるしないパターンもあるかな。
マスケいたな。どうなんだろう、わかんねえな。いや、いいね。いや、なさげか。進化ペッカが高回転で来るのちょっと面倒いっていう。いや、でも優秀な。やばい、これさ、俺止まんないかもな。取るね。いや、このさ、ペッカの回復量どうにかしてくんねえか。いや、まあいい。またペッカ来んのか、これ。やだな。早すぎんだろ。いや、しかも竹そっち。これマジでね、ペッカの回復量が多すぎてちょっと話にならないね。いやー、いい。いやー、マジ耐えてー。最後にロッキーぶちかまそうぜ。てか、もうぶちかます。うわー、危ねえ。よく耐えました。5分間があっという間や。1試合食らうの5分ってこんなすぐ終わるっけっていう体感。守ってるだけなんでね。時間経つと長そうだけど一瞬だったわ。危ねえ。めっちゃ強くね。めっちゃ強いんだけど。うわ、相手ダガーか。だるいな。ちょっと多めに削らんといけんやん、普段より。ギャングね。まあさすがにロキ打つかな。え、やばい。え、おっと、これまずいな。わあ、最悪や今の。そんなことある。いやー、許されるかな、ちょっとだけ。ギリギリ許せるか。ロイジェイの木当たんねえことあるか。いやー、しかもペッカーもいたな。ロケコもちょっとめんどいな。いやいやいや、全然許せるか今のダメージは。よくやったわやな。なんなら折れてもってもおかしくなかった。いや、やっぱアイスイズ強いな。こいつのスローが優秀すぎる。
怪しいなこのロケ。怪しいけど、まあ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 守れ A だけなんでね、守れるかどうかはもう己次第みたいなとこあるし、俺が守りゃ勝ちだし、俺が守れんかったら負けだし、逆に守るだけでいいっていう。おとなしくこっちに棒ポイしよう。なるほど。ライトニングか、まずくね。そしたら形組まれたらちょっと嫌なんだよ。いやこれね、ライトニングから反応するぐらいで一回止めちゃってもいい。うわー、ミスった。いやーこのギャングは救われる。いやー美味しい。あぶね、絶望ではあったけど。アイスイズ、おい強すぎんだろ。来ないね、さすがに来ないでほしいです。よし、いいね。いやー守れるかな。ちょライトニングだるいね。もう負けたわ。うわぁ、惜しい。このデッキでもめっちゃ強くね。でもというか、なんかラバーは分からんけど、今んとこなんか何でも勝てそう。ボイドかファイボか、まあどっちだって嫌ではあるよな。いやーこれ対ラバかちょっと厄介ね。そのロケ、まあようわからんな。こんだけペッカが強いってことですよ今の時代。めんどくせえな。いやーテスラー強っ。なんだこれ。一応縦線のサイクルではあるけど、おい、ここで攻めを考える。いいね、初めてこのロケやポイズン以外で削ってるかもしんない。熱っ。いや守りは強えから折っちゃうかも。はい、守れるかな。いやまあスケドラっぽい貼ってペッカはテスラで頑張って溶かすか。いやラバの下のさ進化ペッカ嘘みてえに硬えなこれ。
いやでかい。ブラスター？いやめっちゃ強い。やば。こんな止まんのか。気持ちいいロケでも飛ばしとくか。オーバーキル。いやマジで鉄壁でしたね。じじ。さあというわけでこちらで引きこもり。呪文打つだけ守るだけデッキなんですけども、いやピッカとかに意外とね強いかもしれないですね。今ちょっと多めのねアイスイズスローテスラでスケで受けれる。意外と戦えるのかなと思いました。めっちゃおもろいんで皆さんもぜひやってみてください。ちゃんと動画もおっしゃってた。押したまたね。